こんにちは、ニンテンドラムスクールの森谷です。今回はですね、前回の、続きということでゲストをお招きしております。京都のライブハウスグローリーの京平さんです。おはようございます。京平です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今回はね、京平さんとのチャンネルコラボということで、はい、2本目ですね。はい、2本目で京平さんのチャンネルにも、僕は出演させていただいているので、はい、京平さんのチャンネルや、動画は概要欄に貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。ということで、前回は、はい、ライブハウスに見に行きたい人向けの動画を作ってみたんですけど、はい、今回はライブハウスに出たい人向けの、動画ということで、京平さんにいろいろお話をお伺いしたいなと思ってます。はい、お願いします。はい、お手柔らかに、はい僕の生徒さん、結構ね初心者の方が多くて、うんうん、でライブハウスに出たことない人、うん、出方がわからない人っていうのはやっぱ結構いるので、はいはい、そのライブハウスの、方から、こういう風に出たらいいですよっていうお話を聞けたらいいかなと思うんですけど、うんうん、バンドを組みましたと、はい、いう人がライブハウスに出演したいってなった時に、はいはい、どうすればいいんですか。いわゆるライブハウスと言われるところは、うん、車の拒まずのところが多いんで。あ、なるほど。それっていきなり電話かけて、はい、すいませんライブ出たいんですけどっていうのでいいんですか。電話でもいいですし、はい、最近はもう僕もそうなんですけど、うん、やっぱメールとかのがありがたいですね最初は。あ、なるほどね。ツイッターの DM とかでも全然いいですし、うん、なるほど。例えば何人組でとか、うん、どこどこ高校に通っててとか、うんうん、どこどこ大学のサークルでとか、うん、こういうバンド好きで始めましたとかっていう、うん、なんかこうちょっととでも情報があった方がいいんですよ。あ、なるほどね。僕が例えば電話取ったとしても、うん、うちも3人ぐらいイベント組むスタッフがいるんで、うんうん、じゃあこういうバンドがいるよってこう共有して、うん、じゃあ僕じゃないスタッフから誘いわれる時もあるし、うんうん、そういうこう情報共有しやすいのと、うん、あと誘う時もやっぱ文章でね、日程とか間違って気まずいじゃないですか。あ、そうですね。例えば10月10日に誘ったつもりやったのに電話で10月11日開けてくれてて、みたいな、10月10日来ないみたいな状況になっても困るんで、やっぱりなるべく文章でやり取りした方が僕はいいかなと思います。まあもちろんお金のやり取りとかもありますんで、この条件だったりとかっていうのもその口頭で聞くよりはメールの方がいいんで、あ、なるほど、メールの方がいいと思います。出演したいなと思ったらまずはライブハウスの方に連絡をしてみると。そうです、ね、っていうところから始めてみるということですね。ただね、やっぱそれってちょっとね、うん、僕はそれは基本的にやってほしいんですけど、うん、ハードルが高いっていうのも分かるんですよ。出会いが多いとはいえ、うん、もう自分ら以外のバンド全員知り合いじゃないわけです。まあそうですね、アウェーですからね。そう、アウェーでいきなりライブするってすごい勇気がいることなんで、うん、うちとかも特にサークルのイベントとかすごい多いんですよ、うん、大学のサークルとかで1日貸し切ってコピーバンドで順番にやっていくっていう卒業イベントとかすごい多いんで、例えばですけど、じゃあ友達3バンドでちょっとお金出し合ってライブハウス借りてやろうよっていうのも全然やり方もありますし、なるほどね。自分らの身内とか、うん、そういうコミュニティを持ってる人がライブハウスを抑えてくれるっていうのも、うんうんうん、出方の一つかなと思うんで、うんうんうん、何もやっぱそのブッキングに出るイコールライブハウスに出るだけじゃないと思うんで、うんうんうん、それ以外のやり方はあると思いますんで、うん、なるほどです。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、ライブに出ましたと、はい、ライブの一日の流れっていうのはどういう流れになってるんですか。あ、流れ、はい、なるほど、うん、これは一般的な流れですけど、うん、最初入り入ったら機材を入れます、はい、で最初はリハーサルっていうものをやります、うん、はい、リハーサルをやる前に、うん、最初のうちは多分セット図セットリストとかを手書きで書くんですよね。ああ、なるほど。言ったら曲順とか、曲順とかどんな機材使ってるとか、そうですね、ギターが2人いますとか、うんうんうん、ボーカルはピンボーカルですとかっていうのを、うんうん、ライブハウスのスタッフもわからないんで、うんうん、その自分たちのセット図っていうのを提出してもらって、うん、でその後リハーサルをやります、うん、大体30分ぐらいで、うん、でそれが終わったら、うん、オープン、イベントをオープンしてお客さんが入ってきて、うん、で一組目からスタートでライブをする、はい、でイベントによってはそこから打ち上げがあったりする場合もあるんで、みんなでご飯を食べたりお酒を飲んだりする時間がある日もあったりするっていう感じですね。大体一日の流れとしては。なるほどですね、はいはい。これ打ち上げがあるっていうのはでも大事ですよね、結構ね。なんか打ち上げがあることで、なんかね、こう知らなかったバンド同士がこう仲良くなれて、うんうん、次のイベントにね、つながったりとかもね、そうですね、しますもんね。僕は結構やっぱそのライブハウスに出るっていうのはそこのつながりを大事にしてほしいって思うんで、うんうん、それこそ森谷くん主催のイベントで森谷くん周りのバンドが出たとしても、うんうん、そこでね、やっぱせっかくやったんで、うん、また一緒にやろうよとかっていうグルーヴを出してほしいんで、うんうん、結構打ち上げってね、やってほしいんですよね。ああ、そうですね、うん、はい。一日の流れの中で
まあ、こうサウンドチェック、まあ、リハーサルというものがあるんですけど、はい、そのリハーサルのサウンドチェックで、まあ、ドラマは特になんですけど、はい、だから何してるか分からへんみたいな、こう急にじゃあドラムくださいって言って、はい、アドリブで叩くことになるじゃないですか、はいはい、あれって何をしたらいいんですか、こうサウンドチェックって一体どういうことをやったらいいものなんですか、はい、あ難しいですねまあそれをなんかこの言葉で説明するのが難しいまあドラマだけじゃなく、まあ、ボーカルとか、まあ、ギターの人とか、まあ、いろんなサウンドチェックがあるとは思うんですが、うん、そこはね、そこで何したらいいかわからない人っていうのはね、うん、いるとは思うんですけど、まあ、気をつけてほしいのはリハーサルっていうのは練習ではなくて、うん、バンド側の練習じゃなくて、うん、ライブハウス側のサウンドチェックなんですあくまで、うんうんうん、なので、ね、その自分たちが本番でこういうことをしますよっていうのをスタッフさんに教える作業なんです、うん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 、なので例えばドラマーがドラムくださいってなって、うん、全然こう本番で叩かないような例えばこうジャズっぽいバンドがバックでバーン叩いてもそれは使わない、うんそうですね、逆もそうですし、うんうん、例えばボーカルもすごいこう高音を使うのであれば高音をリハーサルでこんな高音を使いますよっていうのをスタッフさんに伝えるっていう作業なんで、うんまあ、それが大事かなと思います。本番でやることをまんべんなくやってくれるっていうのが理想的ですね。だからあれなんですよ、リハーサルってちょっと手を抜きがちじゃないですか。それはあります。どうせお客さんも見てないし、うんうんまあ、ドラムとかもこんぐらいかなとか、うんうんうん、ボーカルもちょっと声出すの恥ずかしいし、うん、ちょっと緩く歌おうかなってなっちゃうと、うん、で本番でバー叩いたり、うんうん、ボーカルめっちゃ声出ると、うん、こう PA さんが困るん で、ね、やっぱなるべく本番っぽい、うんうん、難しいですけど、うん、やっぱりそれを本番を意識した演奏をしてほしいなと思います。でもテンションもできればもう本番のテンションでこうリハーサルは臨むべきですね。はい、はい、まあ、最初はね恥ずかしいし、ね、難しいかなと思いますけども、一番緊張するとこですかね、こう対バンの人がこう見てる状況なんで、そうですね、はい、そうですね。最近そのスタジオライブっていうのがあるじゃないですか、はいはいはい、スタジオライブとライブハウスでライブすることの違いっていうのってあるんですか、はい、ああ、うん、これいろんなポイントで違いはあると思うんですけど、うんうんうん、まずその設備的なところが違いますよね、うんうんうん、まずライブハウスとスタジオで圧倒的に違うのは照明と音響なんですよ、うんうん、バンドの動きとか激しさに合わせてチカチカする照明があるのがライブハウス であと音響ですね。多分 PA システム、簡易な PA システムあると思うんですけども、うんうん、ライブハウスっていうのは基本的にモニターがあって自分の方に向けられたスピーカー、うんうん、まあ、自分の音を聞くためのスピーカーですね。それとは別にお客さん用に外音のスピーカーがあって、うんうん、でこれを操作する PA システムがある、まあ、PA 担当の人がいるっていうのが設備的なライブハウスとスタジオの違いですね。なんでやっぱライブハウスの方がその難しいんですよ、スタジオよりも、うん、その演奏したりとか、うん、そのパフォーマンスをする難しさがあって、うん、でもどっちかというとライブハウスの方がこう作られた感というか、そのプラスアルファで自分たちの演奏をより激しく聞かせてくれたり、より激しくこう照明で見せてくれたりするんですよ、うん、でもスタジオっていうのは結構そのままじゃないですか、うんうん、こうそうですね、ごまかせないというか、うん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 、まあ、良くもあり悪くもあるっていう感じですね。ライブハウスに出るメリットっていうのはありますか？まあ、僕は一番のメリットとしては、うん、やっぱそのライブハウスに出ることによって、うん、違うバンドと知り合えるっていうのがまあ一番だと思います、うんうん、大事ですからね、こう切磋琢磨するっていうのは ね、 そうですね、こうライバルのバンドがいて、でなんかそのバンドに負けないようになんか自分たちも、まあ、技術的なこととか、うん、売り出し方とかをなんか磨いていくっていうのはね、うん、大事だなことだったりしますもんね。そうですね、うん、でやっぱその、うん、やっぱアウトプットは大事じゃないですか、うん、はい、なんでこういついつライブが決まったあのライブハウスで、うん、お客さんが100人200人ぐらい入るスペースの、うん、まあ入るか分かんないですけど、うんうん、スペース的に大きいライブハウスでやるってことは、うん、もちろんやっぱ宣伝もしなきゃいけないし、うんうん、気合い入れたセットリスト組んで曲順どうしようかとか、うんうんうん、あの MC どうしようかっていうこう考えなきゃいけないんで、うんうん、そのアウトプットをするっていうところでもライブハウスでライブをやるっていうメリットの一つだと思うんですよね、うんうん、その方が成長すると思うんですよ、はい、これ正直、まあ、スタジオライブと比べるのはあれかもしれないですけど、例えば3ヶ月後にライブがあるっていうのと、3ヶ月後に別に何にもなくて、じゃあ半年後のその成長度を比べたとしたら、3ヶ月後にライブを1回挟んだバンドの方が絶対に成長してるんですよ。これも 100% 言えることで、なんでやっぱそういうアウトプットをするっていうところでもライブハウスのメリットかなっていうのはあります、はいはい、なるほどですね。まあ他にもありますけどね、いろいろ、まあ、もちろんそのお客さんに見せてこう
楽しませる、でそれによって自分らが楽しいとか、うん、まあもっと言えば、ね、お客さんいっぱい入れれるようになったらお金ももらえますしね、うんうん、そうですね、まあたくさんメリットあると思うんですけど、うん、最初やっぱりその出たことないっていう人にメリットに感じてほしいのは、うん、まあその2点かなと思いますね、うんうん、なるほどですね、はいはい、例えばこうライブハウスのブッキングイベントにこう出ましたと、はい、いうことで、まあ、チケットノルマっていうのが、まあ、おそらくあるとは思うんですけど、はい、1800円のチケットを、まあ、10枚売ってくださいねっていうのが、まあ、ノルマだと思うんですけど、はい、これって、はい、すいませんちょっとノルマ下げてくれませんかっていうことは言っていいもんなんですか。ああ、なるほどなるほど、うん、まあ、チケットノルマに関しては、うん、まあ、多分そのチケットノルマとは何、はい、みたいな人も多いと思うん で、はい、 そうですね、それに関してどうか、まあ、ちょっと貼り付けてみますか。どこも作ってるの、はい、そっちを見てほしいんですけど、はい、まあ、それにちょっと新たな話ですね、はい、これ で、 です、ね、これで1個動画撮れるぐらいになると思うんですけど、はい、正直ね、僕はありだと思います、はい、あ、なるほど、交渉するのは、うんうん、ただやっぱその前の動画でドリンク代の話をしたように、うん、やっぱライブハウスってやっぱ運営するのにお金がかかるっていう意味も含めてチケットノルマっていうのもあるんで、うんうん、この値下げガンガンして OK、うん、ライブハウスの収益を落として OK ではないと思うんですよ、うんうんうん、ただやっぱその自分たちがこう出るっていうところに関してこうノルマを少なくした方が集客を頑張れるとか、うんうん、例えばライブ本数を増やしてもっと経験を積みたいってい う、 こう意思をちゃんと伝えてくれたら相談には乗ってくれると思います、うん、なるほどね、はい、いきなり全く知らないバンドが例えばそのライブに出たいですと、うん、でノルマもこれぐらいでお願いしますっていうのはもう NG ですね、まあ、NG ではないですけど、まあでもありますけどね、全然。あ、そんな連絡ってでもあります？あります、あります。いや逆にこっちからやっぱ交渉する時もあるんですよ。あ、なるほど、ね、じゃあこのノルマじゃ出れませんってなった時、じゃあ減らすから出てくれませんかみたいなのもありますし、なるほどね、そういう交渉もある、ね、逆にあ、それはじゃあきついな、じゃあまた別に品誘いますってなしにもありますし、うん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 、まあもちろん提示はしますよ、うん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 、このぐらいでお願いしますとか、うんうん、出たいんやったらこんだけノルマ分受けてくださいっていうのはありますけど、うんうん、まあ交渉は可だと思いますし、あ、なるほど、まあもちろんやっぱね、出て仲良くなった方がそういうのは言いやすいと思うんで、うんうん、そうですね、はい、まあ、逆ありやと思います。逆はいないですか？いや今回はノルマ5枚でって言ったら、はい、いや俺たちは15枚売りますよみたいな、あ、たまーにありますいるんですか？たまーにあります。すごいですねそれは。謎ですけどこの日出たいんで、うん、俺ら20人でも30人でも呼ぶんで出させてくださいっていうのはありますよね、交渉として。でもやっぱそういうのは嬉しいですよね、うんうん、まあ、もちろんそれがやっぱこうワンマンでこのバンドをやるって決まってたら入れるの難しいかもしれないですけど、でもそうやってやりたいっていうバンドが出てくれて30人呼んでくれるっていうやったら、じゃあ出てくださいってなるパターンも多いんで、それはいい話ですね、うん、そういう意味ではライブハウスのスケジュールをチェックするべきかもしれないですね。そうですね、あ、そういう出方もあるっていうことですね、うん、そうそうそう、このバンド対バンしたいっていうのは、なるほど、結構嬉しい連絡ですよ。もちろん無理な場合もありますけど、うんうんうん、まあでも連絡してみるだけの価値はありますよね。はい、うん、あ、なるほど、これは面白いですね、うん、まあ、先ほど自分のイベントをするのも一つの手だという、はい、いうようなお話をしてくれたんですけど、はい、イベントするにはどうしたらいいんですか？まあ、一番最初の始まりは、はい、やはりこうイベントしたいんですっていう連絡をそうですねしたらいいっていう、まあ、まずはやっぱ費用を抑えることが大事というか、ライブハウスって基本的に1日に1つのイベントしか入れれないんですよ、うんうんうん、1日に2つも3つもっていうのは、まあ、たまに土日ですごい朝早くからとかはありますけども、基本的には1日1個なんですよ、うん、でやっぱみんな土日にイベントをやりたいんで、土日っていうのはすごい埋まりやすくて、もう土日でイベントやりたいんやったら半年後くらいを目安に連絡しないと、まあ、埋まってるライブハウスの方が多いって感じですね。なんで、まあ、まずは費用を抑えるっていうのが先なんですけども、でもこれはやり方の一つで、日程を抑える前にまずバンドをある程度抑えるっていうのも大事です。そうですね、うん、結局例えばじゃあ10月10日抑えました、じゃあライブハウスに抑えたけど、10月10日はもう全みんななんかこう出れんわってなったら企画倒れじゃないですか。そうですね、そうですね、だから先にじゃあ例えば10月の10と20と30やったらどれが出やすいみたいな、こうリサーチして20の方が出やすいかなっていうのを3番のぐらい集まったら、じゃあライブハウス20空いてますかみたいな、まあもちろん前もってやったらやっぱ10も20も30も空いてる可能性は高いんで、まあそれを前もって動いて、先にバンドの雰囲気を聞いてから抑えるっていうのも大事なことかもしれないですね、うんうん、そうですね、もうワンマンライブになってしまいますからね、これ誰も出てくれなかったらね、そうですね、ワンマンでもいいですけどね、それもそれでねいいですけどね、はい、なるほど。そのイベントするときに例えばあのチケット代は自分たちで値段設定はできるということですかね。そうですね、うん、基本的にもう持ち込みイベント、そのバンドの主催とかその持ち込みイベントになると、
何でも自分たちで決めていいんですよ、うん、チケット代もそうですし、例えば持ち時間もそうですし、うん、何バンド出るかもそうですし、まあ、それいいですよね。そうですね、ね、出たいバンドと一緒にやりたいバンドと出れるし、チケット代も自分で決めれるし、ね、っていうのはいいことですよ、ね。まあ、一応ライブハウスによって、うん、まあ、その時間で料金を決められてるんで、うん、うちは基本8時間パックなんですよ、うん、入りから撤収まで8時間パックでこの料金です、うん、で例えばそれが9時間になる場合はプラスもらいます、うん、はい、10時間になる場合はプラスもらいますっていうのがあるんで、うんうん、でもその中だったら5時間で終わってもいいし、うん、3時間だけでもいいし、そこはもう自由なんで、うん、まあ、それライブハウスによってある程度決まりはありますけど、うん、その範囲の中だったら、うん、その8時間じゃぶっ通しで一バンドやります、もうまあ可能は可能なんで、うん、はい、なるほど、はい、うん、まあ、だから自由ですね、その辺は、うん、なるほどですね、はい。例えばこうイベントを企画して、まあチケット2000円にしたいと、はい、ただこうチケット代は2000円やけど、こうドリンクがプラスされて、まあ、2500円2600円になってしまうってことはあるじゃないですか、はい、でこう持ち込みイベントの時に、すいません、こうドリンク代ってなくせないですか、まあ、その分のお金を払うんでみたいな、うん、例えばこう10万円で例えばホールレンタルした場合に上乗せするので、なんかドリンク代なくせないですかみたいな交渉ってできたりするものなんですか。基本的にはその、うん、まあ、これも僕ブログとか動画にしてるんですけど、うん、あの飲食店なんでドリンクを提供するっていうことがないと、うん、まあ、ダメはダメなんですけど、うんうん、正直これ建前なんで、うん、例えばレストランを1日貸し切って、うん、そこでまあパーティー、例えば何やろ、うんうん、ピザ頼んでピザパーティーしても別にいいじゃないですか、うんうんうん、そこの そうですね、そのレストランが通常、うん、そうやって飲食店を、うん、あ、飲食物を提供してるっていうのがあればいいんで、うんうん、うちも一応プランとしても用意してて、うん、あ、なるほど、うちは一応2万の消費税をもらったらドリンク代はなしにできます。なるほど、はい、そういうこともできるんですね。できます。あ、それはいいことですね。逆にそれを知ってくれててこう言ってくれてんのかなって今思うそうです、まあ、僕がイベントするときにそれができなかったことがあるんですよ、はい、あ、はいはい、そうそうそう、だからまあそれを気になって聞いたということなんですけど、まあ原則としてはね、まあそれもさっきの話に近いかもしれないですけど、あんまりこうライブハウス側からできますよっていうのは言いづらいことです。まあ、それはそうですね。でも別にできないことではないと思いますし、さっき言ったように、じゃあまあ半分以上がその飲食物を提供しててワンドリンクがありますよっていうのがあれば飲食店として成り立つんで、あの、あくまでライブハウスっていうのは飲食店で、飲食店営業許可証を取ってて、で一時期ちょっとあの風営法とかが騒がれた後に法律が変わって、もうライブハウスは飲食店っていうのがもう法律で明記されたんで、あ、なるほど、そうなんですよ。だから飲食店なので、そこはまあ、あの暗黙のルールとしてありますけども、うん、まあ、うちはそういうプランもちゃんと用意してますんで。あ、なるほどね。まずやりますか。これ証拠になってしまったまあとにかくこう気になったことは、はい、何でも聞いてみたらいいってことですよね。そうですね、まあ、例えばこうドリンクのことしかり、うん、まあ、イベント出たいっていうことにしても、うん、まあ、何でも聞いたら、まあ、基本的に何でも教えてくれる感じですね。そうですね、うん、まあ、原則やっぱそれとして、みんな教えてくれると思いますよ、うん、そのために僕らがいると思うので、うん、なるほどですね、はい、ありがとうございます。はい、それでは最後に、はい、ライブハウスから、ライブハウスに出演したい人に向けてのメッセージはありますか。あ、出演したい人へのメッセージ、まあ、ライブハウスに出演する理由って本当にいろいろあると思いますし、うん、もう本当にライブハウスで演奏したいっていう理由もいいですし、例えば友達同士でこう演奏を見せ合いたいっていうのも全然いいですし、もういろんな理由があると思うんですよ、うんうん、なんでこのライブハウスだったら無理かなって決めるんじゃなくて、出たいんやったら一回聞いてみたらいいと思うんですよね。こういうの考えてるんですけど出れますかって言ったら、まあもちろんそのあ、それは厳しいなっていう場合もありますけど、多分一生懸命どこのライブハウスも考えてくれると思いますし、まあなんで何かあったら聞いてくださいって感じですかね。そうですね、まあ、皆さんが持ってるイメージより、まあ、ライブハウスって結構なんかその身近に感じてもらってもいいかなとは思います、うんうんうん、なんか昔みたいになんかね、めっちゃ厳しいライブハウスって、まあ、多分少なくなってきてると思うし、なんか出演するのにデモテープ用意してこいみたいな、なんかそういうのって今は多分もうねだいぶ減ってきてるとは思うんで、ドラムを始めたりとか、まあ、音楽初心者の方でも、まあこうね、ライブハウスになんかこう気軽にフラッと、ね、こう来てもらえるようになれたら一番ね、うん、理想的ですよね。そうですね、まあ、段階の話だと思うんですよ、うんうん、そこからじゃあ売れたいんやったらこうせなあかんとか、あ、そうですね、まあ、お客さんを100人集めたいんやったらこうせなあかんっていうその先の話はあると思うんですけど、うんうんうん、出るまでっていうのは本当楽器を演奏できるっていうので、うん、人であれば誰でも出れると思うんで、あ、なるほどね、はい、まあ、それぐらいこう敷居的には低いということですね。はい、はい、
そんな感じで、はい、はい、ありがとうございました。まあ、今回ね、あの2本目という、動画で、まあ、あのコラボさせていただきましたけど、はい、はい、珍しいですよね。こんな、そうなんですよ、森谷君のチャンネルでこんな喋ってるっていうの珍しいです。珍しいですね、はい、僕自体がこう誰かに質問してるっていう状態が初めてですからね。そうですね、はい、またこれからもちょっと何かあったらぜひ、はい、いや、ほんまは僕このコラボはトークじゃなくて、はい、僕が森谷君にドラムを教えてもらう動画撮ろうと思ってたんですよ。じゃあやりましょう次。いや、今度、はい、今度それしましょう、ね、しましょうか、はい、はい、そんな感じで、まあ、今回の動画は、京平さんのチャンネルとコラボさせていただいてるので、はい、まあ、京平さんのチャンネルや、あの僕が出てるあの動画は、まあ、下の概要欄の方にね、はい、リンクさせていただいてるので、ぜひそちらをチェックお願いします。はい、そういうことで、グローリーの京平さんでした。はい、ありがとうございました。さよなら。